はい、2024年4月16日火曜日夕方の4時29分です。はい、こんばんは。はい、26度ということで今日ちょっと暑いです。はい、暑い中で七輪やってるんで、まあもうだいぶ涼しくなりましたけどね。曇りです。今曇ってますけど、さっきまでね、日中は太陽出てたんで暑かったんですよね。はい、もう夏日じゃないかな、25度いったような気がしますね今日。はい、25度いったら夏日なんでしたっけ、確かそうですよね。で、30度が真夏日、35度で猛暑日かな、多分合ってたはず。はい、で火起こしはもう終わってて、はい、火起こしは終わって、神様と仏様にも焼酎をあげてます。はい、桜がそして咲いています。そう言ってあそこがわちゃわちゃなりましたけど、ゲオセカンドストリートにね行ったらマインクラフトグッズがいっぱい売ってたんで、安くでエンダーマンが300円だったかな、で他 EV は EV も300だったかな、でカメとエンダードラゴンと牛さんは250円だったはず、全部税抜きね。セカストで揃えるとね、見つけられれば安く揃いますね。はい、あれ後ろにクリーパーちゃん後ろに追いやられちゃいましたけど、あれ私公式ショップで買ったんで、新品をね2000何百円しましたよ。3000円はいかなかったかな、2500円ぐらいしたはず。はい、セカストで買えばその10分の1ぐらいの価格で買えるというね、新たな発見をしました。まあだから宝探しに行くようなもんですからね、セカストは。マインクラフトグッズを求めてセカストに行ったからって必ずあるわけじゃないですもんね。たまたまあるのを狙うしかない。だからセカストみたいな店が定期的に行くしかないんですよね。でまあ株主優待券がね、1000円以上につき500円使える、1000円2000円で1000円分みたいな感じで使える券をね、500円分持ってたんで、支払いは800円で済みました。1300円ぐらいだったんでしょうね。はい、じゃあちょっと沸いたと思うんで、お湯割りね、飲んでいきましょうか。あ、ただそんな、今日そんなね、だから暑い日だから、お湯割りって感じでもないですけど。1杯目はそんなすぐ飲めない気がする。よいしょ、なんか食べましょうかね。なんか食べれるもん、まあ焼けばねありますけど、今日は株が大幅に下がりました。ちなみに昨日も下げて今日も下げて、まあ中東情勢がねちょっと読めなくて、イスラエルとイランの動向がね読めないんで、一旦手締まりで売ってる投資家が多いんですよね。わかんないですよ、中東情勢、正直。イスラエルが、イランがまたイスラエルに報復攻撃して、報復完了ってイランは言ったんですけど、イスラエルはそのあれにまたさらに報復するみたいな、報復の報復。まあ本当にするかどうかわかんないですけど、動向を見てる感じですかね、市場は。
ではお湯割りちょっと一口いただきます。暑い。何も言わずに行っちゃった。よいしょっと。さあ、昨日買ってきた半額になってたショッピングノダ出来島店で買ってきた4本200、税込み216円が半額になってたんでね、100円で4本なら買いでしょうということで買ってきました。はい、で結構前に買ってた4月6日で賞味期限、9日前、違え、10日前か、10日前に賞味期限が切れてる、ウインナー、これ食べないとやばいでしょうということで、転がしていきましょう。そういえば網が変わったんですよ、あ、やべ、転がる。網が変わったんですよね。網がね、中央にもう11ヶ月も使ってたから、中央に大きい穴ができてね、網目の間で大きい網目だから間が大きいのができ穴が開いちゃって、そこから食べ物がね落下するようになってたんですよ。で食べ物を無駄にしていたんで、もう新しい網に丈夫なやつに変えたいなと思ってたんですけど、 そのところで昨日トナカイくん、マリオワーダーやってる友人のトナカイくんがね、あの人も、そのトナカイくんもシリンで網焼きするのが好きで、てかその人がやってたから私がやり始めたんですけど、真似してね。で、いらないのがあるからくれるよってってもらってきました。ほとんど使ってないでね。一般ピープルの方はこんな毎日やんないですからね、シリン。家に IH コンロあるし、わざわざ七輪でね、七めんどくさいことはしないですもんね。私もね、まともに労働してないからできるだけで、労働してたらこんなことはできない。国民の三大義務をね、私はしてないんですね。なんと悪い人なんでしょうか、私は。さあ、それとは別に枝豆豆腐があるんで、これ平らげていきます。はい、うん、うまい。枝豆豆腐ちゃん美味しいね。お湯割りちゃん、
このミニウインナーはね、チーズインしてるんで、中にうまみがあるんですよね。チーズインウインナーなんで。うまいっす。だけで来ましたね。まあ、ウインナーはね、一旦加工されてあるんで、そのまま食べることもできるんですよね。おいしい。ただ日にちが経ってるんで、よく焼いた方がいいのは確かかもしれないです。賞味期限切れからね、10日経ってるんで。いくら加工肉とはいえどね。あーおっと落ちそう。あー俺落ちそう。おっと落ちそう。落ちそうな状況が連鎖する。はい、ではこちらチーズインウインナーさん、おいしい。もうちょっと火通した方がいい。あ、でも十分温まってるわ。局所的になんかちょっと冷たいとこがあったっていうだけでした。早々のフリーレン第4話まで見ました。はい、人の心を知ろうとするフリーレンちゃんの話なんですね。人の感情のことかな。10年を一瞬って感じるエルフのお話ですから。フリーレンさんはエルフです。エルフは寿命が長いらしいんで、おそらくというか、1000年前にはもうこの世に誕生して、今の見た目のまま変わってないですもんね。見た目が何歳まで生きるの、エルフの方は。でちゃんと成長するのかな、身長伸びるのかな。人間の子にもう身長抜かれましたけど、弟子のね、人間の子がいるんですけど、もう身長抜かれたって言ってました。フリーレンさんは魔法使いなんですけど、
かつてね、まあフリーレンの話は、勇者一行パーティー、4人パーティーで勇者、ドワーフ、僧侶、魔法使いのパーティーなんですけど、魔法使いをフリーレンさんが担ってたということになります。で、冒頭第1話で魔王を倒したっていうところからスタートします。はい、勇者一行のパーティーが魔王を倒したとこからスタートします。勇者ヒンメルさんがねいらっしゃるんですけど、この勇者ヒンメルさんは、魔王を倒したところから50年とか1話で進むんでね、第1話でおじいちゃんになって、ね、もちろん老衰ですね、人間なんで老衰になって死にます。はい、で死んだ時に初めてフリーレンさん気づくんですよね。大泣きしながら、私はあなた何も知らなかったみたいなことを言うんですよ。そう、フリーレンさんは他者にあまり興味がないんですよ。だってすぐ死んじゃう生き物だから、人間っていうのはね。で、勇者一行はね10年かけて魔王を討伐したらしいんですよ。だから10年も一緒にいたって人間なら普通考えますよね、我々。ですがフリーレンさんにとってはね、寿命の何歳か分かんないから、少なくとも1000年は生きてるからね。1000年の中の10年なんか100分の1だから、そんなあれじゃないはずなんですけど、でもなんかここら辺でね、何も知らなかった自分が嫌になったんでしょうかね。フリーレンさんは人間を知ろうとする物語です。だから早々のフリーレンという話はね、4話までしか見てない私が言うのも何なんですけど、まあ、あらすじ自体はこんな感じ。それはね、私たちが例えば言葉が喋れるセミがいたとしてね、すぐ死んじゃうじゃないですか、セミって。死ぬんですよ、言葉は喋れるけど。そんな感じで見てるんですかね。そんなセミに何かものを教えようと思うとかないじゃないですか。だって死んじゃうんだから。まあこんな感じ。セミに見えてるんですかね、フリーレンさんから見たら人間は。はい、面白い。とりあえず1本だけ手羽元焼きましょうかね。賞味期限もちろん切れてるんで、昨日で早く食べなきゃいけないんですよ。傷むからね、生肉は。おっと危ない。この生肉ちゃんで、手羽元ちゃんでブロックしましょう。時間の流れがゆったりです、田舎は。はい、同じあれとは、同じ言語を喋る人たちと全然違う暮らしをしてますね。ウグイスの声が何月まで聞こえるんですかね、ウグイスの声って。私前回ここにこういう
七輪生活始めたのが去年の5月20日とか21日とかどっかその辺なんですよ、下旬。だからもうすぐ1年経ちますね。であの時庭の四季の移り変わりなんか全く意識してなかったですからね、あの時は。今こそずっと庭見てるからね、長時間。花が咲いたり葉っぱが落ちたりまた新緑が出てきたり、1年かけてね、植物っていうのは面白いものなんだなっていうのが分かりました。やっと分かった、1年かけて。で、花とか興味なかったんですけど、私花にも多少興味が出てきました。で、庭にも興味が出てきました。庭木をね増やしたいっていうところでちょっと考えてるんですけど、まあマインクラフトの話しましたけど、リアルマインクラフトですよね。そう簡単には育たない木々。マインクラの木々なんかね、簡単に育てられますから、あれ。現実世界はそううまくいかないよということで、この桜をね増やそうかなとも思ってます。はい、桜のこの木の枝のね下の方を三角こう斜めにね切って、で土に植えて水かけとけば継がるんじゃないかなっていう話です。はい、それができるならね増やせますよね、それが本当にできるなら。ただ2週間前に除草剤撒いたばっかりなんでね、除草剤の成分は3日から21日ほど残るそうです。あ、やばい。で、21日って言ったら3週間なんで、ちょっと3週間は様子を見たいと思います。はい、このウィンナーもいいでしょう。はい、もうここらで終わってもいいですけどね。まあ4万円日経平均いったのはいいけど、いろんなことがあってまた3万8000円台に戻されるなんてね、まあ相場の世界は何があるか分かりませんね。そんなの読めないからね、あの地政学的リスク、中東情勢がどうなるかとかは1ヶ月前の時点では分かんないですもん。ただ予測は立てれるんでね、中東リスクがあれがれしたらどこのこと株がどうなるとかは常に予測しとくといいのかもしれないですね。手羽元はね焼けるのが時間かかるんで、これぐらいで終わっておきます。はい、では最後にウインナー1本いただいて終わりましょうか。うん、美味しい、しっかり美味しい。はい、ではあなた方椅子の上に総勢に乗られてお疲れ様でした。では。